こんにちは、マハロです。iPhone とか Android とかで、まあ、YouTube 通常見てますよね。見てる場合に、例えばその画面を見ながら、音を見ながら見てる時もありますけど、例えば何か他のことをしたい。例えば LINE を打ちたいとか、Facebook を見たいとか、Twitter を見たいとか、あとメールを打ちたいとか、ブラウジング。サイト見たいとか、ブラウジングしたいとかってことがあると思うんですけど、その場合、YouTube のアプリを出したまんまにはできないですよね。あ、まあ、Android の場合 7.0 なんで、画面2分割ってことは2つの画面に、上に YouTube 出して下に、例えば Twitter を出すこともできますけど、そうすると画面がちっちゃくてなかなかちょっとあれだよな。バックグラウンドで音楽だけ聞きたいとか、バックグラウンドで番組だけ聞きたいって時ありますよね。YouTube の純正アプリを使うとそれができないんですが、実は、裏技があったんです。それをお知らせします。はい、Android で YouTube を見る場合、バックグラウンドで Android を見る場合、の方法をお伝えします。通常のじゃあ YouTube のアプリを開けてみます。まずこれを見たいというときにタップをすると、でこの画面を閉じると当然まあ音が止まります。でこう見てもバックグラウンドで動いてないわけですね。それを Google Chrome で開けてみると、動かすと、アプリと同じように Google Chrome でも見れますよね。でこう閉じますと、やはりアンマーハローが消えますね。消えてしまって、要はバックグラウンドで聞くことができない、再生することができないので、ちょっと手を加えます。画面の右上ボタンを押して PC 版サイトというのがありますから、ここにチェックを入れます。チェック入ってますね。そうすると画面が YouTube アプリモバイル版ではなくパソコン版の画面になります。でここで再生をしてみて、再生できます。でこれを閉じます。そうすると音は消えてしまうのですが、ここにマハロのアロハチャンネルの動画のボタンがあるので、再生ボタンを押してみますと動くわけです。音だけ流れてます。例えばFacebook を立ち上げても見ることができますし、 Instagram も普通に写真をこう楽しく見ることができます。動画の方は引き続きつないでますね。ただこの画面以外の画面を見ようとすると当たり前ですが止まってしまいますので、YouTube の流れてる画面を出しっぱなしにしていく、要はタブを変えないでこのままにしておくということが、一番重要かなと思います。同じように閉じればここでまた再生すれば流れます。でとっても BGM 代わりとか音で勉強するとか何でも活用ができると思いますので、どうぞお使いください。